皆さんこんにちは。あなたは叶えたい夢や願い事があるときに、願掛けや験担ぎなどの毎回決まった行動パターンをお持ちでしょうか。例えば神棚の前で手を合わせたり、近所の神社へお参りに行くなどといった方法がありますが、その際何らかのリアクションを感じたことはありますか。例えば、お主の願い賜ったぞなどといった声が聞こえれば、お祈りをした実感が湧くというものですが、実際にはありえないことです。そこで今回は、視覚的なリアクション効果が実際に体感できる特殊画像を使用した全く新しい願掛け方法をご提案させていただきます。この方法は金運アップや商売繁盛など運気上昇の思いをさらに強力にイメージしていただくため、当チャンネルが企画制作した完全オリジナル動画となっております。この特殊画像が仕掛けとなる不思議な現象を、あなたの目でぜひ体験してみてください。新スタイルの願掛け方法はとても簡単です。カウントダウン後に表示される特殊画像の中央付近の小さな赤い点に18秒間視線を固定してください。18秒後に一瞬で真っ白な画面に切り替わりますので、すぐにまばたきを数回繰り返してください。すると驚くべきことに、金運の象徴とされるあの神様の顔が目の前に現れます。しかもこちらに優しく微笑みかけているようにも見えます。その神様とは。それはぜひご自身の目でお確かめください。ご準備はよろしいでしょうか。では特殊画像のスタートです。この画像の中央付近にある小さな赤い点に視線を固定してください。5秒前です。まばたきを繰り返してください。白い壁や白い天井などを見ても大変効果的です。いかがでしたでしょうか。今回ご体験いただいた不思議な現象は、人間の持つ残像の度合いを利用した当チャンネル独自の願掛けの視覚化と定義づけております。特別な勝負の日や大願成就を祈る際、ぜひ選択肢に加えていただければ幸いです。貴重なお時間を割いて当動画をご覧いただきました皆様の大きな幸運を、スタッフ一同心よりお祈り申し上げます。ご視聴ありがとうございました。これからも開運に特化した有益な情報を発信してまいりますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。